ピース。こんにちは、スーパーニュースの安藤優子です。カメラタマオでございます。女心も自分も愛せない人は人も愛せます。今日からハーデミスカルですけれども、有権者の皆様、田中真紀子でございますけれどもですね、安藤優子さんからもアドバイスをいただいたんです。たまたまよ、たまたま私メイクを研究しにフジテレビに来てメイクをしてたんです、うん、本番の3日ぐらい前で、ちょうど安藤優子さんがいらっしゃってて、あの物前見てみようよなんて、ねえねえ、私の物前どうやるの、本日はあのさて、しかしながら、しかしながら言うよ、これ私の口癖、口癖って言ってて、それからあの私があのカツラをかぶった様子を見て、それって桜井さん、はい、桜井さんのものまねします、桜井さんね、髪動かないよ髪。メイクさんが、安藤さんだって髪の毛動かないんですか。あとクリステルさんのカツラかぶったら、クリステルはね、タレメータレメーって言って去っていきました。安藤さんだからそれを踏まえてあのやってますので、どうぞね、9月25日ね、はい。